定刻となりましたので、ただいまより電力ガス取引監視等委員会第66回制度設計専門会合を開催いたします。私は事務局総務課長の鶴田でございます。よろしくお願いいたします。委員およびオブザーバーの皆様方におかれましては、ご多忙のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。本会合は新型コロナウイルス感染症の感染機会を減らすための取り組みを講じることが求められている状況に鑑みまして、オンラインでの開催とし、傍聴者、随行者を受け付けないこととさせていただいております。なお、議事の模様はインターネットで同時中継を行っております。また本日は丸尾委員、大橋委員は途中で ご退席される予定でございます。それでは議事に入りたいと思います。以降の議事進行は武田座長にお願いしたく存じます。よろしくお願いいたします。はい。本日の議題は議事次第に記載した3つでございます。まずですね、議題1、旧一般電気事業者のスポット市場における自主的取り組みについて、丸2に関し、事務局から説明をお願いいたします。それでは資料3に基づきまして説明させていただきます。2ページをご覧ください。前回6月のご議論では、入札価格に関連して、昨年冬のスポット市場を市場価格の高騰を踏まえ、燃料不足時に適切に価格シグナルを発するという観点から、機械費用を反映した入札を認めることが適切である旨の指摘が行われておりました。今回はスポット市場での入札における機械費用の考え方、およびそれと関連する論点についてご審議をいただきたいと思います。5ページをご覧ください。機械費用の検討につきまして、前回は燃料制約が生じている場合から検討すべきなどのご意見をいただきましたところでございます。確かに燃料制約発生時は、機械費用の観点から整理を要する重要な場面でございます。しかし、燃料制約発生時以外においても、機械費用が発生することがあることを直ちに否定することはできないことから、ひとまずは燃料制約発生時以外のケースも視野に入れて検討してはどうかと考えております。具体的には電力が希少になるケースとして、キロワットアワーに限界がある場合、例えば燃料制約が発生するケース、キロワットに限界がある場合、例えば広域の災害や事故などで稼働できる発電所に制約がある場合なども考えられます。また、平常時にも機械費用は存在すると主張される事業者もおりまして、この等費も含めて検討する観点から、場合分けとして、キロワットアワー、キロワット、それとキロワットアワー、キロワットともに制約がない平常時も上げておくということが考えられるかと思っております。これらの論点につきまして、事業者へにヒアリングを行ったところ関連する問題として足元のエネルギー価格との関係で追加調達価格の範囲についてもご意見をいただいたところでございます。こちらは機械費用ではなく、限界費用の議論として合わせて検討してどうかとは考えております。8ページをご覧ください。機械費用の考え方につきましては、諸外国では機械費用は取られなかったうちの最も価値のある選択肢の期待値などと定義をされ、他の時点での販売や他の市場での取引が例として挙げられております。他の販売機会が失われる例としましては、その日時にスポット市場で販売することで、需給調整市場や時間前市場といった他の市場で売ることができない、翌日以降に行われるスポット市場など他の時点で売ることができない、こうした非両立の関係が必要であると考えております。ここでいう他の販売機会につきまして、電気として売る場合については、3つの場合に分けて検討することが考えられるのではないかと思っております。1つ目がキロワットに限界がある場合、代表的なケースは燃料制約が発生しているケースでございます。2つ目がキロワットに限界がある場合ということで、広域災害や事故などで稼働できる発電所に制約があるケース。3つ目がキロワットアワー、キロワットのいずれにも懸念がない平常時でございます。なお、今申し上げました3つのケースは、他の販売機会につき電気として売ることを念頭に置いているものでございますけれども、この他の販売機会として電気以外の形で売るケースといったものがあり得るかと考えております。
例として挙げさせていただいているのが LNG としての転売、ガス卸取引の販売などでございます。14ページをご覧ください。前回6月の専門会合の議論では、機械費用を無限定に入れることによる悪用の懸念が指摘されておりました。事業者のヒアリングにおいても、発電能力の対象を有する旧1電が機械費用を加味した入札を行うことによる価格つり上げや相場操縦を懸念する意見も見られました。燃料不足時に市場参加者に対して価格シグナルを発するために機械費用の考え方を織り込んだ入札を認めることには一定の合理性がございます。一方で、特にシングルプライスオークションのスポット市場については支配力による相場操縦の抑止の観点も強く妥当するところでございます。従いまして、市場支配力を有する事業者によるスポット市場の入札価格への機械費用の上乗せを無限定に認めるといったことは適切ではなく、価格と量について客観的な根拠が必要であると考えられるところでございます。また市場価格が高騰した場合をはじめ、必要がある場合には監視委員会が機械費用を上乗せした入札を行った旧1年に対して、その入札価格や数量が適切であることの根拠を説明を求めることが求めることとしてはどうかと考えております。15ページをご覧ください。諸外国の議論でも論じられておりますように、機械費用が生ずるケースの一つとして他の時点での販売機会がございます。この場合、供給時点が異なるためキロワットの上限は問題とならないというふうに考えているところでございます。このため他の時点での販売機会が機械費用となる場合は、リソースに限界があるため、ある時点で発電することに別の時点で発電できないトレードオフの関係にあるといった時点の間での非両立の関係が必要になるのではないかと考えております。典型的には LNG 火力電源につきまして、燃料制約が発生している場合などにはこのような関係が成立すると考えられます。他方で燃料の残量に懸念がない状況においては、両時点において発電をすることに支障がなく、異なる時点での販売が成立するため機械費用を参入する根拠が欠けるものと考えられます。また燃料制約の場合以外にキロワットアワーの限界による機械費用を認めるべき場合があるかということで、例えば貯水式水力発電における残水量の問題も同様に考えられるかといった点について挙げさせていただいております。16ページをご覧ください。キロワットに限界がある場合でございます。キロワットに限界がある場合でございますが、スポット市場の入札と他の取引機会、時間前市場、需給調整市場が機械費用の関係、非両立の関係に立つことがあり得ると考えられます。その場合、機械費用が生じるには、スポット市場価格と他の機械、時間前市場であるとか、需給調整市場での価格に値差があることが求められます。一方で、時間前市場や需給調整市場の価格が一定以上の蓋然性を持って上昇すると考えられる場合には、スポット市場においても同様に需給が逼迫しておりますので、価格が上昇すると考えられます。そのため、時間前市場や需給調整市場の価格がスポット市場よりも高くなるといった構造的な要因が存在しないということでございますので、同じデリバリー時点でのキロワットという観点からは機械費用は生じないと考えられるのではないかということでございます。18ページをご覧ください。以上を踏まえますと、キロワットアワー、キロワットともに懸念がない平常時につきましては、機械費用が発生するとは考えにくいのではないかということでございます。また、電気以外の形で売る機械、LNG としての転売であるとか、ガス卸取引での販売に基づく機械費用も考えられますけれども、これらの場合についても前提として、非両立の関係が必要であること、機械費用を織り込んだ入札の価格や数量について客観的な根拠が必要であることは、これまでと同様ではないかということでございます。19ページをご覧ください。
以上を踏まえますと、機械費用が発生が考えられる典型的な状況としては、まずは燃料製薬発生時につきましては、機械費用の参入に関する考え方の検討が必要となると考えられます。そこで、まずは燃料製薬発生時について整理検討をして、検討を行うこととしてはどうかと考えております。燃料製薬発生時にはすでに燃料製薬が発動した場合のほか、燃料の消費状況を踏まえますと、追加的に調達した燃料が手元に届くまでの間に燃料製薬が発生すると見込まれる場合も、これに準じて非両立の関係が成立するものと考えられます。なお、燃料の転売につきましても、燃料製薬が発生するために非両立の関係が成立することも考えられますけれども、燃料の転売による期待収益を期待費用として織り込もうとする場合は、別途事前に当局に対して申し出を行うことを求め、その内容を確認することが必要ではないかと考えております。ただし、燃料転売のケースにつきましては、燃料ガイドラインとの関係もございますため、資源エネルギー庁において議論の上、その結果も踏まえて詳細を検討することとしてはどうかと考えております。20ページをご覧ください。キロワットアワーに限界がある燃料製薬の発生時ですが、スポット市場とは異なる時点の間における燃料の配分による機会が存在していると考えられますので、先物、先渡し、相対取引といった未来における電力取引の機会費用を考慮することが適切であると考えられます。燃料製薬発生時には市場参加者に対して価格シグナルを発するため、機会費用の考え方を織り込んだ入札を認めることは一定の必要があるものの、適切な相場操縦行為を防ぐ観点から、旧一電による機械費用の参入を無限定に認めることは適切ではないと考えられます。この観点から、入札価格への上乗せを行う機械費用につきましては、客観的な根拠が求められるところでございます。まず客観的な根拠として、価格につきましては、将来の電力価格ということで、先渡しや先物市場の価格、相対取引の引き合い価格といった各種の指標価格、燃料としての LNG の転売については、LNG の市場価格などが考えられるところです。また、数量につきましては、先渡し、先物、相対取引の取引電力量の規模がスポット市場に比べて小さいということもございますので、スポット市場における入札量の全体について、先渡し、先物市場価格に基づく機械費用の上乗せを認めるのではなく、約定が見込まれる数量に従って上乗せを認めるといった考え方を取る必要があるのではないかと考えております。22ページをご覧ください。市場価格が高騰した場合などをはじめ必要がある場合には、監視委員会が機械費用を上乗せした入札を行った旧一般電気事業者に対しまして、その入札価格数量が適切であることの根拠の説明を求めることとしてはどうかと考えております。なお、今年の冬ですけれども、本取り組みの初年度となりますので、当面の間、旧一般電気事業者が機械費用の考え方を新たに採用し、入札価格に反映した場合は、直ちに当局に報告をすることを求めることとしてはどうかと考えております。23ページをご覧ください。事業者のヒアリングにおきましては、2022年度から導入されます新インバランス制度における逼迫時補正インバランス料金を機械費用として考慮したいという声がございました。一方で、このインバランス料金は計画時同時通りを市場参加者に促すためのインセンティブとしての公的制度という側面を有しておりますので、インバランス料金をもとに機械費用とすることは不適切だと考えられるのではないかということでございます。そのため、インバランス料金の予測との差額を加算して入札することであるとか、客観的な指標、先渡し、先物などによらないその将来のスポット市場の約定価格の予測との差額を加算して入札すること、こうしたことは、スポット市場の入札において問題のない機械費用の参入とは必ずしも言えず、個別の状況に応じて相場操縦行為に当たる可能性があるものと考えられます。24ページをご覧ください。先ほど相対取引の引き合い価格を対象とするとご説明させていただきましたけれども、昨冬の高騰時には事業者が相対取引を活発に行っていたところでございまして、
それらの相対取引については、取引情報は一般には公開されておらず、高騰期間中においても市場を経由せず取引される量が相当程度存在しておりました。この点、市場高騰に際しまして、取引価格の上昇に応じて売り入札が市場に供出されることは、その時点での電気の価値に応じた適切な価格シグナルが発信されるという観点から、より望ましいものと考えられます。従いまして、相対取引の引き合い価格、引き合いを受けている札が市場に供出されるよう、相対取引の引き合い価格を機械費用の指標の一つとして認めることも考えられるのではないか。ただし、相対取引にかかる取引条件は非公開情報でございますので、相互に示し合わせて意図的に高値の条件を提示し、それを機械費用とに反映することで相場を釣り上げるといった不公正取引の類型が考えられます。そのため入札価格の監視にあたっては、当該入札を検討している旧一般電気事業者に対して、事前に会計側から提案書などの書類を提出していただきまして、その相対取引の引き合い価格が妥当なものであったのか、さらに事後的に確認する必要があると考えております。27ページをご覧ください。限界費用における燃料価格の考え方についてでございます。燃料調達契約の契約期間と卸小売契約の契約期間にギャップがある場合は、消費される燃料の量に過不足が生じるリスクが発生します。その際、卸小売契約の期間に合うよう燃料の調達契約を割り当てて原価管理を行っている事業者も存在します。こうした原価管理を踏まえますと、長期契約の燃料の残分と短期契約での追加的な調達分を組み合わせて、発電量で割り戻した価格が限界費用に該当する場合があると考えられます。また、長期契約で調達した燃料を卸電力市場に入札する場合であっても、その燃料が消費されることで将来的な需要に対応するために追加的な燃料調達を行う必要が生じる場合には、その追加調達分を考慮した原価管理が必要になります。特に直近では全世界的に資源価格が上昇しております。こうした状況、市況も踏まえまして、燃料不足が発生した場合には系統利用者の適切な行動を促すことが適当であることから、卸電力市場においても燃料の追加調達に対する価格シグナルが発生されることが望ましいのではないかと考えております。以上を踏まえまして、当該価格量での燃料の追加的な調達が合理的であると客観的に確認可能な場合、燃料の追加的な調達価格を考慮した上で入札することは、事業者の原価管理の考え方や燃料の需給状況を価格シグナルとして反映するという観点から許容されるべきではないかと考えております。28ページをご覧ください。ただし、相場操縦を目的に事前に燃料調達を絞ったり、平時に転売することによって、不当に追加的な調達を発生させる行為を防止する必要がございますので、燃料ガイドラインも参照しつつ、旧一般的事業者の調達行動や転売行動を確認することが必要であると考えております。また、追加調達にあたりましては、より一般的で合理的な調達手段が他に存在する場合、燃料を消費しても追加的な燃料調達の必要性が生じない場合においては、その価格量での追加的な調達は合理的であると客観的に考えられないことから、前が先ほどご説明させていただいた考え方は成立しないと考えられるではないかと。なお、今年の冬は本取り組みの初年度になりますので、旧一般電気事業者がこうした考え方を新たに採用して入札価格に反映した場合には、直ちに委員会に報告をして事後的に説明することを求めることとしてはどうかと考えております。31ページをご覧ください。本日いただいたご議論を踏まえて、12月1日以降の取引について、スポット市場への入札における機械費用の計上を認めることとし、対応を進めることとしてはどうかと考えているところでございます。また支配力の行使による相場操縦行為につきましては、電力適正ガイドラインへの記載を引き続き整理していくこととしてはどうかと考えております。
以降32ページ、32ページ以降でございますが、足元の卸市場の価格に、卸市場の価格状況につきまして、参考資料を掲載させていただいているところでございます。足元の、システムプライスの1日平均は、5円から15円程度で推移しているところでございます。また報道でも50円ついたといった報道がございますけれども、1日1から4コマ程度で発生をしているという状況でございます。